ございます。こんにちは、こんばんは、こすけでございます。ね、今日はね、ちょっとあの回転する砥石、あの水拳器、あのそう、あのちょっとね、反則技みたいなもんなんだけど、あのそれを使って、あの刃物の研ぎ方みたいなのをお知らせしようと、そんな動画を撮ってみようと思います。ちょっと寝ぼけております。本題に行く前に、今日ね、新しいのこれおろしたんですよ。あの21オンス、25とかもあるんだけど、21でも十分ゴワゴワで重たくて硬いね、あのとってもお気に入りのジーンズですけど、新しいの一本おろしました。これのね、この蜂の巣とか言ったりとかね、このヒゲなんていうの、これ、まあ、あの、自然に任せてね、うまく入ってくれればな、なんて思ってますけど、こう、ほんと、ワンウォッチとかね、糊がついてるとかね、で、なんていうのかな、なんていうんだっけ、出てこねえ。まあまあ、こういう、ほんと、寿司揚げというかね、加工されてないものを、自分の味を出していくっていうのが僕は好きなんだけど、レザーも一緒ではね、革製品もね、自分の味にどんどん なっていくみたいなものも好きですし、金属とかもね、この経年変化っていうものが結構好きです。ブーツだったり何だったりね。はい、はい、って感じで持ってきました。箱から開けてきたんだけど、あのね、あこれこうなってんのね。あのね、よいしょ、もう外しちゃったんだけど、ここにこういうのがついてて、まあ、ここはネジで止まってんだけどね。で、これの高さはもう変えられる、調整できて、で、要はここに刃物を置くわけですよ。長い包丁ならこうね。で、この角度調整器があることによって、あれこうか、こうか、こうだったのか、まあいいや、でこれのここにこう刃を当てて一定の角度で研げますっていうね、これがあることによってね、この決めた角度でずっと研げますっていうものなんだけど、僕は使い勝手があまりよろしくないので、これ使ってなかった今まで。前もちょっと言ったかもしれないけど、これ全く同じ機械持ってたんですよ、僕。で、なんかいっぱい刃物研がなきゃいけない用事があったみたいで、うちの、俺の親父がね。で、だもんで、貸してくれって言うから貸したんだけど、大層気に入ったようなので、やっぱ楽じゃん。で、なんか刃物研ぐのは得意みたいで、うち中の刃物は、うちの実家に帰ると、えらい恐ろしいほど切れるんですよ、なんでもかんでも。うん。そうなんだけど、まあまあそんな話はどうでもよくて、そうだからこれ返せとも返せっていうのもかわいそうな気がしちゃって、まあいっかと、もう一台買おうかと言って買ったんですね。でこれ、まあ、包丁、カンナのみ、彫刻刀などで、右回転、停止、左回転で、これどっちにも回るのね。で、買った同じここに水を入れといて、これでポタポタポタっと水の落ちる量を調節できて、このスポンジはね、そのうち取れちゃうと思うんだけど、汚れるんで、ガーッと回転してると回、遠心力で外側に行くよね、どんどん水は。だから跳ねるんだよ。だから、それが跳ねるのを防止するためにはこんなんがついてる。だから、もうね、外でやるのがいいと思うよ。で、まあ、この中に水を溜めておいて、タラ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 っと垂れて、で、これ結構水を多く、含ませた方が調子は良かったね。うん。これなんかに使えそう。よーく水をし、含ませてから結構水を吸うと石でした、これ。で、これがね、2000番だったかな、1000番だったかな、ぐらいなんです。で、これで研いで、せっかくこれを出して、引っ張り出して使ってんだから、これで仕上げ砥石、ここのね、こいつを緩めて、で、仕上げを乗せて、仕上げも6000番ぐらいのがあるんですよ。そう。で、6000番で仕上げて、まあ最終的にね、12000とかで、家の中でやってもいいんだけど、うん。
なんせ早いじゃん。で、こう研ぐんじゃない、こう研ぐとさ、やっぱりどうしたって少しこういう動きが出るじゃない。これは角度を一定に保っとけば、そのまんまの角度でジャーッと研げていくので、比較的刃がつけやすい。うん。だから、大きくね、刃を大きくかけちゃったりとか、こう、自分の研ぎの癖で、ちょっとね、この少しずつこう、刃先が、ガーボジョってこっちが減るじゃん。こっち側。こっちがしのぎだったらこっち側ね。こっちを多く使うから、こっちを研こうと思うから、だんだんこっちが減ってきて、この平行だったから、だんだんこう、少しずつ少しずつ角度がこう、なっていくのが僕の悪い癖なんですよ。多分、ここに意識を集中してるからだろうね。うん。だこれを元に戻してやろうと。だからこの辺はあんまり減らないで、こっちの方が多く減るように、ね。だってこっちのも使うんだけど、あんまり使わないというか、なんというか、うん、こっちの方が大事なの。カーボチョはね。そう。そんなんで、ここまで手でこうやってやって減らすのってすごい大変だから、まあ、買い直してみました。うん、で、この回転方向が選べるっていうのは、例えば、こっちの方向に当てるでしょ？で、こう研いだ方が楽なんですよ。安全だし。向こうに行った方がね。はい、でも、そうするとね、返りがすごく出るの。で、こっちはあまり当てないと思うな。まあ、仕上げは軽くこっちで当ててもいいかもしれないけど、一回裏押ししてあったら、裏は本当にこうやって手でさささっとやるぐらいでいいと思うんだけどね。うん。でも、返りがすごく出る。だから、慣れてる人は、説明書にも書いてあったかな。こっち回転で研いだ方が、帰りはあんまり大きく出ないんで、早いよね。仕事は早い。でも、こっち回転だから、角度間違えてグンって食いついたりとか、歯が欠けたりとか、手首持ってかれたりとか、ね、それでこれが暴れてバーンってこっちに飛んだら危ないじゃん。だから、慣れてない人はこっち回転で。こっちで持つんだったらこっち回転でね。要は、歯から向こうに逃げていく回転で使った方が、優しいと思います。で、ここに排水ホースをつけて、これ、後ろからバーッと出ると。うん。こんな仕組みです。これも、高いメーカー、国内のメーカーの、いいやつもあれば、安いのもあるし、まあ、これは、安い割に、買って使ってみて、まあまあ、良かったんで。で、この、入荷待ちの6000番が来てからじゃなくて、今日からもう使い始めちゃいます。仕上げ砥石は、ね、仕上げは自分でこうやってやればいいかなと思って。そう。入荷の予定、到着次第発送っていうので買ったんだけど、ずっと先なんだよ、予定が。だったらもう使っちゃおうかなと。そんな感じです。はじめにやってまいりました。これね、付属のコードが短いんで、ね、延長コードがあった方がいいかもしれない。で、これちょろちょろちょろって水が出てますよね。これが、微調整ができるんだけど、このヘリから2、3ミリのところに落ちるように、これを調節して、これちょろちょろちょろって出しながら、とってもこれ水よく吸います、この砥石は。多分ね、この中で落としたんじゃうまくないんだよね。で、回すと、これがだん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 外側に来るんだけど、大丈夫かな。で、絶対的に必要なのはこれ。使い終わった後に、これをギャーッと出て、また平らに直すと。そういったものでございます。まあまあ、何をともあれやってみましょうかね。で、ラウンドナイフとか、こういう、これまで裏押し終わってないんだけど、こういう丸い刃とかは、こういうのあるととっても楽だと思いますよ。こっち回転。こっち回転。今ね、ここにマジックのラインがあるんだけど、これを目安にね、やればいいかなと。よいしょ。
ね、もう帰りが出てきたもん。じゃあグラインダーで溶けばいいじゃねえかって話なんだけど、それだと熱が入っちゃうじゃん。やっぱりこの水溶きが、こっちで溶くと帰りが出やすいんだけど、こっちだと帰りが出づらいよっていうね。こっちばっかり今削れてます。あとね、この角度を大きく変えたい時とかもいいんじゃねえかなと思います。ね、ポタ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 ぐらいで、食いつきがすごく良くなかったんで、一回ね、これでさーっとなんか表面を削ってやりました。ただ結構ね、いい感じに降りるようにはなったんだけど、で、こう一箇所でじーっとしてるとさ、やっぱ砥石もそこばっかり減って、ここで段ができちゃうじゃん。ある程度こう動かしながら使ってあげた方がいいんだろうなっていう印象です。まあまだ最終的には帰りを取りたいんで、こっち側で研ぎますけど、まあ今の段階では気使わないでガンガンいけるんで、こっち側の方向でやってます。削ろうとしてるんで、砥石の片べりというか気になるんで、途中で修正入れます。そんなに硬い砥石ではないね、これ。ああ、平らに戻りました。すごい帰りがいっぱい出てるの見えますけど、なんかすげえもったいない使い方ですよね。変な癖は撲滅させないとダメですね。こんな修正をねしなくても、きれいに平らにね、普段の研ぎができるようになりたいもんですわ。大体ここ、まあ、まあここら辺は残っててもいいんだけど、で結構これ鋭角な刃がついてたんで、ちょっと鈍角にしてます。14か3ぐらいでいいかな。今11ぐらいなんですよ。仕上げ砥石じゃないんで、まあまあ細かくはないですけど、こんなもんでしょう。はい、絵的にとっても汚うございますが、これは旋盤、なんていうのかな、ガーッとさっきの回転するやつでやって、一箇所でやるとダーッと減ってて、周りがへこんで、こっちがなんていうのかな、真っ平らにするには結構こまめに修正しないと、面が狂うっていうのが、俺前持ってたやつはそんなに柔らかい砥石じゃなかった気がするんだけどな。まあ柔らかい方が研ぎやすかったりもして、まあ好みなんですけどね。なので結構面が歪んだので、あとね、こっち側の角は重要だけど、こっちの角ってあんまり重要じゃないんだけど、こっちの角がちょっとね、余分に削れてしまったので、まあでも、結局は荒砥でね、これ旋盤で、この下の220っていうのがあるんだけど、それでガーッと、ざっくり、
やりました。で、今旋盤。ただここら辺が、わかるかな？ほら。照明入れようかな。ね。この辺が旋盤の、ま、あの、ツヤで、これが220。ほんとザラザラだよね。この辺ばっかり削れてるでしょ。アラトでガーッと一気にやったんで、まあ変な研ぐ癖がね、僕の研ぎ癖がこう研いちゃうの、違う、こう研いちゃうのか、だからこうな、ちょっとでもね、あの斜めの、あの回し切り包丁のイメージで、で刃が短くなってくると、ここが当たるんだよね、もう口金が、ここのね、だから端の砥石の端の方しか使えなくなってきちゃう。もうちょいしたらこれももう寿命なのかなと。まあもっと短くなるまで使ってる方いますけどね。で、新しいね、新しい包丁もちょっと、あの、試して使いたいものがあったんで、もう大体上の方まで来たでしょ。あと、あ、両端ちょこっとだけ残ってるけど、ここはもう、あの、切るに、全く、関係のない場所なんだけどね。見た目だけの問題なんで、これがなくなるまで研がなきゃいけないってことはない。あ、まあ、ほぼいいかな。ほぼいいかな。この上の番手でも打っとくからね。で、これは、先が丸くなっている包丁です。で、ね、ここ、今、裏押しの途中。荒砥でがっつり、この先端だけね、こういうふうに、こんなふうに。で、こう、裏隙が入っているので、ここだけこう。で、これもだんだん番手を上げていって、この裏側の刃は、ね、高い番手の、あの、6000とか1万とかでバチッと仕上げたら、もうあとはその番手以外は当てないぐらいな感じなんで、まあこれもだんだん番手を上げてかっちり仕上げようと思います。で、こういう丸い刃っていうのはもうね、刃が丸いんで、こういうふうに、こういうふうにこう回しながら、回しながら研ぐしかないです、これは。もう。まあ、砥石はね、最後に修正砥石でまたこれも平らにしてから終わるので、まあまあ、こういうところだけ減っちゃうような気もしますが。まあね、研ぐのがちょっと苦手な方も、あとこれはね、こう当てといて、こうやって研いでもいいと思います。こういう丸い刃はね、こうやって研いだ方が、角度は狂いにくいかもね。丸い刃はですよ。この丸刃のやつはっていう感じですけど。この鋼材は本当に砥石への食いつきがいいから研ぎ心地がいい、うん、これもね、ものすごいいっぱい返りが出てるのが分かると思います。バリバリバリっと、まあ、それだけ大きく表の刃を研いだってことなんだけどね。砥石はこうまんべんなく全体を使いたいなぁとは思ってますが、やっぱり修正砥石をかけるとね、
真ん中の方ばっかり減ってるんです。こんな感じでも、うん、これは比較的バシッと出たね。でこの間はね、これ6スッポ包丁洗わないでどんどん番手上げてったんで、包丁についてるこの粉というかクリームというか、これが高い番手の方について、いまいちこの鏡面仕上げって感じにはなんなかったんだけど、まあ鏡面にする必要もないかもしれないけどね。これぐらいの1000番ぐらいの番手だと、こう波紋みたいなものは見えるよね、腎臓でも。これがね、天然砥石だと結構バリッと見えたりするんだけど、まだちょっと迷ってるのがこれからすると、ああやっぱ食いつきいいもんな、この木、うん、音も違いますもんね。ああ伝わんねえかな、うん、この包丁で、この長い柄がね妙に研ぎやすかったりするんだよね。迷い中ゴスケアスペシャルが出せるかな。これが2000か1500か忘れました。よいしょ。あ、洗ってきてない。これぐらいの番手までだったらいいかな。綺麗に拭いて、いや、やめとこ、洗ってきます。ね、この番手でもよく降りるかっていうと、こう、ね、この黒いのがすぐに出てくるでしょ。研磨力はとってもありますよね、この砥石。この音と、この今研いでるのは割と砥石に対して食いつきが悪い鋼材、対していいやつだと音がだいぶ違うと思いますよ。違うと思いません？わあさ、わからんかな。研ぎ心地は全く違います。だか6000だかでね、分かりやすいのが裏押ししたら、こっちは当てないって言いましたけど、ここの裏付きってここがへこんでるんだけど、これへこんでないと研ぎにくいのね、すごく張り付いちゃって。で、裏は普通にやってるんで、だんだんどんどんこれがこう、向こうからこっちに自然にこう降りてくるんだけど、ここが、この平らな面が貫通して向こうに行っちゃうと、それはそれでよろしくないので、今日みたいに大きく研いだ時にね、そういう時は、こっちもこう当てて、中戸ぐらいからもう一回研いでもいいかな。そんな感じに思ってます。普段使うのはこの5000番とかこの辺の番手ので5000とか6000で研げば十分に切れるので全然 OK だと思いますけどね。だいたいこの番手までしか持ってなくて、いい加減それで使ってたけど、でこれ以上の番手は買ったけど、まあ切れ味見た目はいいんだけど、ここまで必要かいっていう、それこそ何て言うんですかね、髪の毛1本を2本に割るとか、そういう繊細な作業をするんだったらとは思いますけど、本当にね、自分の産毛を剃ったりとか、でも産毛ぐらいこの番手でも十分剃れるぐらいの切れ味は出ますけどね。裏をペタッと当てて、
これがね、こう滑らないでこうゴゴゴゴってなったりしやすいんですよ。ベタ裏をね。でベタって当てて全部くっついてんだけど先端により多く力がかかるような感じにケツをちょっと持ち上げて。って分かってるよね、そんなの。でもほらね、カー包丁自分ではあまり研いだことがないっていう方も見られてるかもしれないんでね。そう、裏は一回仕上げたら仕上げ砥石しか当てません。ていうか当てたっていいんだけど、大変なだけで、大変なだけです。毎回やるとね。次は8000番でございます。あ、また包丁洗ってね。さあ、5000とかで十分って言いましたが、まあ今回ね、初めて研ぐ、裏押しもしてない包丁があるんで、もうちょっと上の番手までやってみようかなと。いやー、あのね、研いで切って使ってみてね、まあこれ以外のやつで、この刃物、同じ刃物を絵に据えて使ってるのがあるんだけど、今。かなり優秀です。で、ほんとね、半分っていうかもう確信に変わってますね。研ぎやすい包丁の方が、絶対に使う。絶対いいよ。で、まあ今回まとめて何本もやってますけど、集中してないでさ、漫然とダラダラ研いでりゃいいんだけど、なんていうのかな、ちゃんといい角度で集中して研いで早く研ぎ終わるっていうのは、いい刃がつきやすいじゃない。だから絶対いいと思うよ。で、販売開始してから言いなさいっていうか感じなんだけどね。まだ販売してないですけど、こういうのがいいな、ああいうのがいいなとか、まあいろんなものがあるけどね、僕なりのこだわりを詰め込みたいなと思ってるわけですよ。で、いろんなのを、それっていうのは、いろんなものを使って、ね、使って研いで、手入れして、使って、すり減らして、それで、いいだ悪いだが、やっと言えるようになるんじゃねえかなっていう気持ちもあるんで、まあいろんなものを使わなきゃなとは思ってます。最終番手まで来ました。手持ちのですけどね、手持ちの中の最終番手。もうこの時点でね、ほぼ鏡面ぐらいな仕上がりにはなってるんですけどね。ほぼっていうか、まあ切れ味はもうこれ以上求めてどうするやぐらい切れるんだけど、危ない。ちゃんとはまってなかった台に。まあ、今回裏を触ったんでね、ということで僕の研ぎ方の悪い癖というのがよーく、これは矯正しなきゃダメだなと、サンタ屋さんのまだ癖がついてない方はね、包丁研ぎサポーターでまっすぐ研ぐってどういうことっていうのを学んだ方がいいと思います。じゃないとね、しばらく使った後に僕みたいにこうやって修正するとなると大変な労力がを使わねばならんようになりますからね。
まあまあいいだろう。よし。これ表は後だ。砥石さ、この研ぎの動画はさ、思いっきり研ぎのプロの方が、バリバリのプロの方が、見てる可能性が高いので、とっても恥ずかしくもあり、抵抗もあったりするんですけどね。よし。普段はね、こんなに丁寧にやらないですよ。もうシャシャッと、チャッとやってチャッと、研げるんだけど、そう、2000で刺さってて、5000でちゃちゃっと仕上げて終わりみたいなね。ほぼもうこの辺の番手で普通に研いでいけば帰りもなくなってるもんね。黒々としたね。感じかな。いい刃がつきました。研ぎ上がり、こんな感じ。裏はね、これもうすぐここ線切れちゃいそうだな。ね、これは裏押し下手。これはね、裏があんま形が良くないんです。こんな感じ。表。ね、この辺は甘いけど、これ関係ないからね、切るのには。ね。はい、てな感じで、お楽しみいただけたでしょうか、なんていう内容では全然ございませんでしたが、まあまあ、こんな風にして研いでますねって、また回転するやつもね、使い方をちゃんとすれば、早くて武器になる。ただ大きくやるときは、あれにの荒戸があったら荒戸でやった方がいいよね。うん。普通にさーっと帰りが出るまで研いで、で、仕上げ、回るやつに仕上げを変えてまたさーっとやって、で、裏だけは、普通の砥石のやつでやった方がいいかな、なんて思ったんだけど、まあ、あれは使いようによってはとっても早くていいと思います。こんな感じで、とってもよく切れますよ。うん。あ、それとね、これ。この丸い刃のやつね、これね、好きに使ったらどんな感じだか今度レビューしてみようと思います。こんな感じで今回の動画は終わろうと思います。じゃあね、バイバイ。